はい、皆さんこんにちは、土井木もぎです。ございます。女子のうりです。はい、今日のクッキングはですね、ゴック、はい、ね、再販で買ってきましたゴックを材料にしてやっていきたいと思います。はい、うん、待機3分間クッキング、てて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 気持ちということで材料の方が、はい、HGMSM03 ゴック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 ンでもいいです。はい、そしてグラブロ、キューキットグラブロ550分の1、はい、そして、シャア専用ズゴックね、を使いましているところだけ取って、最強の水陸両用モビルスーツを作っていこうかと思っております。はい、作れるかな3分ということで、とりあえずゴック作ってまいりたいと思います。はい、はい、2機、はい、決まりました。はい、大体2時間ぐらいぐらいですかね。あ、まあ、あのライブで喋りながらね、はい、やりましたね。ディーラーオモ経験研究所のライブでね、はい、やりましたので、まあ2時間ぐらい、うん、なんか格好良くなってるような気がするんですよ、このゴック。ズゴックはあまり変わらないかなと思うんですけど、ね、結構股関節が広いような気がするんですが、気のせいですかね。改造したやつしかないから比べようが、まあ、まあかっこいいなっていう感じがしますね、やっぱりね。はい、だってもうズゴックよりも、ズゴックよりも僕の方が好きなんで手袋しなくていい、お前焦ったなんでね、はい、まあ今回スーパーストライクフリーダムコック、はい、ストライクフリーダムコックぽいの嘘ですよ、はい、なんかね、あのズゴックとゴックミキシングして、はい、グラブロどうしようかなみたいなね。グラブロは使うかどうかちょっと分かんなくなっちゃいました、まあ、水物をね、どうしようかなみたいな思いながらやってます、はい、でね、動画最初の方に言ったグラブロを使ってっていうのはね、分かんないちょっと見て、もう分からなくなりました構想が、はい、ただズゴックとね、僕はアーミシングしてしますんでね、はい、どうなるか、うん、どうしましょうか。ベースはどっちになりそうなんですか。ベースゴックです。ゴックの方がかっこいいんで。おで、アイデアが出ないんで。はい。あれね、じゃあ赤いの頭で落としておきましょうか。赤いた。ちょっと待って。今塗装中。こうバルカン。金なんですけど。塗ってます。かっこよ。はい。赤いターンとかね、あれ、はい、ドラえもんは向こうに、ドラえもんはどこ行ったんですかね。ドラえもん奥の方ですね、はい、まあ、赤い再販もね、赤い出たんですけどね、はい、うん、赤も買ったんですけどね、はい、はい、買ってね、こうなってますけどね、また別でお見せすると思いますんで、はい、こうご期待みたいな感じですかね、うん、どうしましょうか。じゃあグラブロ、グラブを作りながらちょっとおしゃべりしますか。はい、グラブの説明書紙にね、キューキットですね、はい、まあ、あまりね、こうあまりこう説明書通りしない感じでございますけどね、うん、はい、グラブロはやはりね、はい、こう作ったことなかったんで、うん、なかったっちゅうか作ったことないんですよ。店、はい、長のモケビアチャンネル TV で作ってもらったでしょ、店、はい、長に、うんうん、で見たらね、やっぱり作りたくなっちゃうんですよ。かっこいいなみたいな感じしますんでね、ペラーンって言ったらペラーンってまあ、ゴックをどうしようかなって考えながらね、はい、数年してたんですけど、まあそうですね、難しいですよね。うん、
背負わせる。はい、ゴック、ゾックをゴックに背負わせる。ゴックにブラブラ背負わせる、うん、いやいや、それただのゴックストライクじゃない、ブラブロストライカーパックじゃないですか。かっこいいわけです。ブラブロストライカーパック手が伸びる、手がおでこで種が弾けて、そう、うつろな目にならんて、うつろな目になって後ろのストライカーパックというかブラブロパックから手がニョーンって出てくる。まあちょっとね、どうしようかなって感じですね、まあ、表面処理しながらね、はい、ありますけども、ムディさん D ラボでほら、はい、連邦軍に潜入するゴック作ったじゃないですか。作れました。あれもいいですよね。面白いですよね。大体グフの真似してるゴック作ってほしいんですけどね。はい、ちょっとね、あれシリーズ化して一体ずつ作っていこうかなとか思ってけど、自ら上がったゴック、自ら上がったゴック、砂漠用みたいな。干からびちゃう。水をくださいなっちゃうかもしれないね。そんな感じでね、楽しい感じでね、プラモデル作っていこうかなと思ってますのでね、うん、はい、はい、楽しい感じでやりたいですね。ねえ、ちょっとね、角っていうかブラブラ段差をね、段差しゃべるし、しゃはい、いつの間にかカメラが落ちましたね。はい、水ボディをね、ちょっと、うん、しようかな、みたいな。はい、水ボディするときに喋っちゃダメなんですよ。息止めてしないと。こう、かつお節みたいなのがキューって出てるでしょ。はい、これご飯にかけて食べると美味しいらしいんですよ。プラ。あぶね。まあ、すりぼり失敗してもね、うん、そうなんですよ、やり直せばいいんですよ、何回でも、ね、すごい、ん、すりぼりすぐ話しゃべったらいいですからね、まあ、しゃべらんでね、うん、できれば息も止めてね、うん、やったほうがいいっす。うん、だからこうグニャッてなっちゃう、グニャッて。はい、スジ彫りの仕方って動画作りたいんですけどね。それほど上手じゃないね、スジ彫りもね、唾液は。なんでまあ正直筋彫り上手な人って本当にフリーハンドでピーってやるんですよね、はい、そういう人も見た方がいいですね。うん、でもしゃべりながらやってるのダメですね、うん、本当にダメですよ。もうずれちゃうんで、しゃべりながらやったら、うん、なるべくしゃべらない、うん、どうもなんでどこを掘ってるんだろう僕みたいな、今どこなんだろうみたいな、迷ってるじゃないですか、僕はどこみたいな感じになっちゃうね、たまにね。ブラブラのパイロットが迷っちゃう、うん、ブン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 ブーンの歌、ブーンの歌、これ筋彫りじゃないね、出てるね、どれですか、ここ出てるね、これ削らないといけないんじゃないかな。まあこんな感じでねやっていけば、うん、大丈夫です、はい、
グラブロ筋彫りこんな感じまあこう、ま、平らじゃないんでね、ちょっと角、うん、こう角を利用しながらこんな感じで削っていけば、ね、うん、大丈夫っす。まあ筋彫りでも得意だよってあってもその思ってもね、はい、体調によってね、うん、まっすぐ行くときまっすぐ行かんときあると思うんですよ、うん、なんでねあまり無理せずの手はね、はい、楽しくね、うんうん、できるようにね。で、ここ毛羽立ってるの見えるかな、ちょっとワークしましょうか、うん、ライトが激しすぎて光がしてあんま分かんないでしょ。ここ毛羽立ってこう立ってるんですよ、はい、こういうの回し込み接着剤シューってやると、はい、その毛羽立ってるとこが溶けて収まるんで、うーん、こうね、よーってこうよーって、うん、感じあると。でまだ立ってる時は安ってもいいですけど、うん、せっかく掘ったものがね、うんうん、なんかおかしな感じだと嫌なんで、そうですね、うん、流し込み接着剤でこう撫でる、あと完璧に乾いてから、うん、流し込みやってるんで乾く前にやると埋まっちゃうんで、うん、紙に乾いてから、またね、うん、細かい、目の細かい汗でこう、はい、表面整えるとね、うん、いい感じになるんじゃないですかね、はい、でこれまだやるの時間かかるんでね、はい、また、はい、動画外でやっておきますのでね、はいはい、今回は改造改造しようと思ったけどどうするか悩んでるので一旦保留、はい、一旦保留でこのシリーズ次回以降で改造やっていきますんでね、はい、でグラブローの方は使うかは分からないですけど一応水彫りしてね、はい、やっていこうかと思ってます。はい、はい、今回は水物、水物ですね、ゴック、ゾック、グラブロ、はい、やってみましたけど、はいはい、ゴックとゾックは再販品で買ってばっかりですよね、うん、はい、はい、まあ、1000円以下で、うん、遊べるプラモということで、うん、はい、おすすめなんでね、はい、特にゴックゴックの体型好きなんでね、ゴックね、はい、安定感が、はい、ゴコン来たら帰れって言いますよねということで、はい、はい、また次回、はい、ということで、筋彫り、筋彫りサムネどうしようかな、はい、じゃあ感じです。それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォロー、よろしければね、D ロンも経験結晶というね、ウリさんがやってるチャンネルを大輝がアドバイスしてね、はい、協力してやってるチャンネルあります。そちらもねプラモデルとかいろいろやってますので、はい、ぜひそちらもチェックして見ていただければなと思います。よろしくお願いします。ではさよなら。さよなら。